今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですが、2月3日今日は節分、明日が立春です。太陽が出るかなと思っていたら、今日は一日、曇り空でした、はい。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は恵方巻き召し上がるんでしょうかね。私も帰り買って帰ろうかなと、心の中で考えております。さて今回は喫茶子という言葉、皆さんご存知でしょうか。喫茶店の喫茶と猿という字で喫茶子、いつでもどこでも誰にでも同じ心でお茶を立てる、そんなお話を今日は伺いたいと思います。茶道浦仙家准教授でいらっしゃる脇林宗知さんに今日はお越しいただきました。ようこそお越しいただきました。こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。知人、何年か前からの知人なんですが、お元気そうで何よりです。松岡さんもです。良かったです。良かったです。本当にあの元気で良かったねという言葉が、はい、こう久しぶりに会うとやっぱりついついそんな言葉が出ますです ね。どうなさってたかな、どうなさってたかなと元気に、私もそう思っておりました、はい、お元気そうで何よりです、はい、おかげさまで、はい、はい。そしてですね、あのこの、茶道浦仙家准教授とは、今回あ、そうなんだという感じで、あの本当に失礼いたしました。いえいえ、はい、いや、どうでした。そんな私自身はそんな大したことないです。准教授ってどんな感じのこの地位なんでしょう。地位と言いますか、はい、あのお茶というのは、はい、何かができたから、じゃあ修了証書をあげましょうみたいな、あの免許状みたいなものじゃないんですね。あのお経状って言いまして、はい、あのここまで習っていいですよっていう居状を申請して、あの下ろしていただくという感じなんですね、はい。でそれで一通りのことを一応はあのお勉強させていただいた後にいただく、まあ、あのなんて言うでしょう、師範の中の位というんでしょうか、あの許可証みたいな、それこそ許可、教えていいよという、そうですね、はい、はい、准教授という立場で、はい、そうです、まあ、お弟子さんでよろしいんですか。あ、はい、社中とかお弟子さんとか言いますが、はい、を取って、はい、あの教授する、はい、そうですね、ということはいいですよという許可証が、はい、出てると。そうですね、はい、それはとはいえやっぱり勉強上じゃないかなって、もうそれができる、教えてよいという許可証ですよね。まあ、あの基本的には自分が習ったところまでは、まあ、教えていいようなことも聞きますが、はい、まあ、あの教えてられる方はそういうふうにして、あの准教授からまた次には教授、正教授というふうにまた段階があると、はいはい。そうすると、あの純粋な疑問としては、准教授と教授は、はい、その、学んだことが、はい、範囲が異なるとも言えるということでしょうか。いや、あの学んだことは、はい、あの同じなんですけれども、はい、それをいかにどれだけのあのお弟子さんたちにちゃんとこう育て
ってるか、どういう人たちが同じようなところまで育ってきてるかっていうところもあるんじゃないかなと思うんですけれども、そうするとその教授の仕事は教えるという、はい、やっぱり自分が習ったことを教え伝えるということも、はい、茶道の、はい、まあ、お仕事というか、そうですね、やるべきことの一つ、はい、というところですね、はい、すごいですね。まだまだ本当に勉強しないといけないことばっかりで、私がもうそんな茶道についておしゃべりするなんてっていう感じなので、はい、お手柔らかにこちらこそどうぞ、私本当に何にも知らない武作法ものですので、どうぞいろいろ教えてください。そうでもないです、はい。今日は節分ということで、はい、いろいろ季節季節で、はい、お菓子もあったりとか、いろいろすると思うんですが、はい、特にその茶道として節分には困難するのよっていう何かございますか？特に茶道だからっていうものはないですね。あ、そうですか、はい、皆さんと同じその節分を、はい、楽しむんじゃない。豆まいたりとか、そうですね、本当にイワシの頭を開いて、やいかがしとか、はいはいはい、玄関に飾ったりとか、まあ、そういう感じで。なるほど、はい、季節のやっぱり行事というか、 そうですね、それをやっぱり節分やなって言って、はい、されるということですね。そうです、なるほど、これはいいですね、まあ、2月に入りましたらお茶席なんかでは、はい、鬼がどこかに書いてあるお軸とかを お待ち合いの、ね、軸としてかけられたりとか、はい、マス、実際に使われてた古いマスなんかを、はい、タバコ盆として お使いになったりとか、はい、そういう楽しみはございますね。なるほど、はい、そうするとやっぱり季節を楽しむと、そうです、いうことですね、はい、あ、2月やなと、節分も近いなとか、そういうことをこうイメージしていただくという、そういうところですね、はい、はいはい、そして今日の、まあ一応こうこんなイメージでっていう、テーマとして喫茶子という言葉を使わせていただいたんですが、はい、これは茶道の世界で、はい、使われたりするんでしょうか？そうですね、うちにも喫茶子と書かれたお軸が、はい、ありますし、どなたでも皆さんちょっとお茶でも飲みに来ませんか、いらっしゃいっていうような意味合いだっていうふうに、はい、教えてもらったことがあります。あ、そうですか、はい、ちなみにですね、脇林宗知さんが、はい、この道に入られたのは、はいはい、もう見た感じというかなるべくしてなったっていう気がするんですが、いえ、とんでもないです。こうどうしてこういう茶道の教授になられようと思ったんでしょうかね？まず私が茶道に親しむようになったのは、はい、その私の父がちょうど私が中学校ぐらいの時に、まだ裏千家とは違う流儀なんですが、ご縁あって、はい、お茶を茶道を習うようになったんですね。ああ、その時は茶道なんですね。そうなんです。そうしましたら家でね、はい、ちょっと服紗さばきをしてみたりとか、難しいな言いながらね、やったりしてたのを見て、はい、それ難しい、私の方ができるんちゃうみたいな感じで、はい、私もちょっとやってみたいと、単にそれだけでやってみたい、はい、和菓子も呼ばれて お抹茶もいただけるんやったらやってみたいって言って、はい、父がお友達というかね、会社の経営者ばっかりとか、はい、そういうふうにお友達男性ばっかりで会を作った中にちょこっと もう一人娘さんがいらっしゃって、はい、二人娘がちょこんと入ってお稽古を始めたのがきっかけなんです。そうですか、はい、で、まあ、それから嫁ぎまして、はい、主人の母が裏千家の直門 の教授だったということで。あ、そうですか、はいはい、なので、まあ、その、ま、祖母もそうなんですね。祖母も裏千家の教授なんです。それは脇林そうです道春さんの祖母ですね、はいはい、おばあ様がそうなんです、はい、で母もそう で、はい、でやはりそうなると大事にしてきたお道具もありますし、はい、私がそれまでやってきた流儀ではなく、やはり裏千家の流儀に変わっ
て、茶道ですね、はいはい、茶道を引き継がせていただくっていうのが私のやっぱり役割というか、はい、それはそうかもしれませんね、はい、で、まあ、茶道がとってもやっぱり好きなので、そうですよね、はい、ちょっといろいろと流儀を変えることで苦労はしましたが、はい、よかったなと、まあ、表から裏にとかそういうことなんでしょうかね。そうですね、はい、そうですか、やっぱり多少の、はい、まあ、多少というか大きな違いもそうです、ね、あるということですよね、はいはい、まあ、立て方も違うと、そうですね、いうふうなところで、はいはい、今はその、ご主人のおばあ様お母様の、はい、その浦仙家の教、はい、准教授として、はい、いろんな方に教えてらっしゃるという、はい、なるほど、それでも、はい、やっぱりその子供の頃に、お父様がそういうことをこうされたというところがきっかけですよね。そうですね、偉いお父様、偉いですねなんかまあちょっとご縁があったんですね、はい、いろんなところで。なるほど、はい、やっぱりそのちょっと、まあ、たしなむことができると、はい、全然やっぱりその、まあ、経営者とおっしゃいましたが、はい、違うんでしょうね多分。そうでしょうね、はい、どうなんでしょう、いろんな、まあ、文化的な話もしないといけないでしょうし、ああそうか、ただお茶をいただくというだけではなくって、はい、話を楽しむと。そうですね、なるほどお茶さえいただければ、ね、お作法にのっとってっていうわけではないぞというところですよね。そうですね、また父は奈良の薬師寺の方に、はい、ちょっとまたそれもご縁があってで、はい、よく行ってて、その当時高田光院館長様とまあ、親しくさせていただいて。懐かしい時代ですね。そうなんです、はい、ということもあってそこからのご縁で、まあ、言いましたら東京にお家元がいらっしゃいます円周流を、はい、させていただいたんですね、はい、でやっぱりお茶、まあ、仏教の話もお茶の中ではやっぱり出てきますし、はい、はい、そんなんで、はい、いろんな、まあ、主人父も仏教のことをいろいろと勉強してましたので薬師寺の方で、はい、はい、そうですか、はい、さあ、そういうわけで今日はこの茶道の心をしっかり学びたいと思いますが、はい、昨年ですね、はい、大覚寺の大寺院の、はいはい、ご住職、はい、戸田清山さんに2度ほどお越しいただいて、はい、いろいろ禅の心とか、はい、いろいろお話を伺ったんですが、はい、茶道とこの禅、はい、仏教というのは随分近しいというか、はい、そうですね、はい、この和美茶を初めてなさった提唱なさった方が村田主光という方がいらっしゃるんですが、はい、あの方がまず大徳寺で参禅なさったんですね、ええ、禅を勉強しにというか修行しに行かれたんです、はい、ええ、でその中でいろいろとこう得たことを皆さんにお話しなさったんだと思うんですが、はい、その後に村田主光の後に、うん、竹野女王、はい、うん、その方も大徳寺の方に参禅なさり、でその後千利休がまた和美茶をその後になるんですね。そうなんですね、はい、大成なさったのが千利休で、うん、大徳寺の方でやっぱり参禅してたということで、うん、はい、男にかかるお軸はほとんどが禅、ほとんどというか、まあ、多くが禅語なんですね、はい、で禅の心というのは勉強しますと、はい、とてもこう心豊かになるようなことが多いということで、はい、それがやっぱりお茶をたしなむものとしては同じようなこう、うん、心意気という心持ちになるということで茶禅一味という言葉を、はい、説かれているんですね。そうですね、はいはい、まあ、そういうことでやっぱり禅の中から学ぶことが多くて茶道にそれを生かされたっていうのがその和美茶っていうんでしょうかね。私も詳しく、はい、私誤解してたかもしれません。その茶道一味というのが、はい、
きっと一味を、はい、私違う意味とあのその千の利休とか村田樹光さんとか、はいはい、あのそのグループ、はい、グループ年代こう変わってきてますけどね 一味だと思ったんですが違う今お話伺ってた茶禅なんで茶禅一味なんで茶と禅一味同じだよっていう意味ですか。そうですね、目指すところとか心は同じという。ああもう大きな誤解を私していたようですそれが茶禅一味と、はい、あらそうすると相通ずるというか全く同じこの線の上にあるというか、はいはい、土俵の上にあると、いやいいことを伺いましたというかグループではございませんということですねいやー勉強しました。早速、はい、なのであの線の利休のお墓も、はい、あの大徳寺にございますし、千家三千家の代々のお墓も、うん、あの大徳寺にあるんです。そうですか、はい、なのであの利休期といって毎月28日には、はい、三千家がこう輪番であの茶会というか法要を、はい、なさって、はい、あのお茶席もちょっとなさったりとか。ほう、はい、ありがとうございます、はい、早速いろいろ基本的なことを教えていただいたという気がいたします。はい、この、茶道なんですが、はい、その精神がこう4文字で、和敬静寂ですか、はい、これは大体は想像できそうな気がするんですが、はい、また誤解しそうですのでこれはそのまんまなんですけどね、どういうことなんでしょうか。まあ亭主側とお客さん、はいはい、がお互い和やかにこのように和やかにこのように和やかに慎み敬いながら敬ってます、はい、で静寂っていうのはもちろん静かである、部屋が静かである、はい、心も静かに落ち着かせてっていうのもありますし、あと部屋をきれいに整える、お掃除したりっていうことももちろんありますし、はい、で茶道具であるっていうものもきれいに清め、はいはい、それでお客様をお迎えするんですね、はい、そういう気持ちで和敬静寂、そういう気持ちでお茶をたあの楽しむんですよということですね。あ、なるほど、はいはい、その今お話伺ってまして、はい、その戸田清山さんに禅の心を伺ってる時の、はい、その心の具合と、はい、わけばやし宗知さんにお話伺ってるのと、はい、あ同じだというふうにそうですか拝聴しましたあの心がやっぱり静かに穏やかにお話を伺ってても、はい、ああお茶ってそういうものなんだというふうに伺うと納得できるっていうか、はい、ありがとうございますいやいやいや、もうそうですね、はい、そうですか、はいはい、それではこの後はお家でこうお茶をもっと楽しみたいと思ってる方、はい、たくさんおられると思うんですが、はい、そのお話を伺えたらと思います。今日からグリーンコミュニケーション、今回は浦仙家准教授でいらっしゃる和敬林宗知さんにお話を伺っています。浦仙家の准教授でいらっしゃる和敬林宗知さん、はいはい、どうでしょうか。お家ではやはり、はい、お茶は随分、はい、これは飲むと言っていいんでしょうか、なんて言ったらいいですか。飲むんですが、はい、呼ばれるとかいただく呼ばれるとかいう言葉の方がでも私が言うのですから、はい、なかなか表現難しいですねお茶は随分飲まれるんですか、やっぱり、はいはい、そうですね、はい、どうでしょうか、はい、抹茶ももちろん、はい、いただきますけれども、お煎茶もほうじ茶も、はい、紅茶も、あ、はい、いろいろいただきます。コーヒーも、はい、もちろん。あ、そうですか、はい、ですね、
今日出先で、はい、あの千の玄室さんの話題が出たんですが、はいはい、あの99歳、はい、数えて100歳、はい、もう随分お元気だと、あの、はい、去年お話を聞いたという方が、はい、あのとてもお元気なのはやはり、はい、それは抹茶、はい、この茶道の、はい、あのなせる技ではないかと、ええ、本当に私もそう思いますいうふうに、はい、お話してたんですが、ええ、それはいかがでしょうか。本当にそうじゃないかなと思いますね、はい、あのまあ、あの大宗匠もそうですけれども、他のお茶の先生方もそんなに今回コロナにかかっちゃったわっていうことは聞きませんし、あの長生きでいらっしゃいます。長長命でいらっしゃると、はいはい、そうすると、まあ、あのこれはなかなか証明するのは難しいですが、はい、まあ、その、抹茶をいただいたり、はい、お茶をよく飲んだりすることは、はい、まあ、きっと良いのではないかなというところですね。まずご自身もそうですか。そうですね、はい、あのまず抹茶自体お薬として昔は飲まれてましたので、はい、健康にいいからと言って、なので一服二服という数え方をするんですね。なるほど、はい、はい、まあ、それを皆さんが、まあ、茶道ということで、はい、うん、まあ、そういうふうにあのお茶を、まあ、お薬としていただくんではなくて、まあ、楽しんでいただくようになったんだと思うんですけれども、はい、はい、あのまあ、一服二服、はい、確かに、抹茶は多分初めてあの飲まれた欧米の方は、はい、もう苦いっていう、感じでおっしゃるかなと思うんですが、はい、やっぱりその、はい、甘い和菓子との組み合わせっていうのは、何かちゃんと理屈にかなってるのかもしれませんね。そうですね、はい、あの本当に濃い茶というのはドロッとした、はい、あの普段皆さんが泡を立てて召し上がってる薄茶とは違って、こう練って練って、ドロドロですよね、はい、色も濃くて、そうなんです。初め一口いただいた時はね、はい、あの苦いってそりゃ思われると思う、どなたでも、あ、苦いなって、でも飲み終えた後に口の中が本当に甘くなってくるんです。ほう、はい、まあ、もちろんあのお茶の種類にもよるんですけれどもね、はい、あの上等なお茶になればなるほど、あと口の中が甘く感じて、もうとても幸せな気分に私はなります。あ、そうですか、はい、あのその、大宗匠と申し上げる大宗匠、はい、もうその濃い茶が、はい、とてもお好きでいらっしゃる、とてもお好きでいらっしゃるそうです。これは皆さん一度この本当に、その濃い茶が、苦いだけじゃなくって、はい、後口としてそういう甘みを感じるのかどうか、試してみると、はい、そうですね、何かが世界が変わるかもしれませんね、はいはい、そうですか、はい、さあこのお家で、はい、うちには、はい、あのお茶碗も、父がくれた、はい、結構備前焼きの、いいですね、はい、お茶碗と、はい、あのあれも茶筅もあるんですが、はいはい、どうしたらいいですか、ま、そうですね、気軽に楽しむ方法そうですね、まずじゃあ、まあ、ちゃんとしなさいっていう感じなんですが、いえいえいえ、あのあるだけなんです。煎茶でも紅茶でもそうですけど、やっぱり器を一旦温めた方がよろしいですね、はい、なので、そうなんですか、はい、お茶碗を必ず一度温めていただいて、お湯で抹茶をいただくときも、はい、そうです、お手前の中では一回、はい、お湯を入れて、はい、で茶筅もそこでちょっとこう温めて、あらら、はい、であのお湯を捨てて、はい、しっかり中を拭いて、ええ、はい、そこに抹茶を入れるんですが、はい、あの本当は抹茶をね、抹茶の古式というのがあって、とても、あの目の細かい粉なので、抹茶は、あの普通に細かいんで、はい、あのこうスリスリしながらこうお茶をこすような古式があるんですね。で、はい、あのそれを通した方がやっぱりダマになりにくくって、
はい、きれいに立てやすいというところですね。はい、でもしそれがなければ、はい、普通 の、 あのお煎茶とかの茶こしありますよね。あります、はい、それでもいいのでそこにこのぐらいの量かなって、はい、だいたい薄茶でしたら、はい、あの2グラムぐらいって言われてるんです。1人前が思うより多いかもしれませんね。あ、そうですかね。いや、わかんないです、全然適当に言いましたで、まあ、それを入れまして、はい、2グラムぐらい、うん、それをちょっとこう、はい、こしながらね、しながら器にこう落としてもらって、はいはい、振るという感じですね。そうです、振るってもね多分落ち、うん、出てこない、はいはい、細かくて、そうですね、そもそも細かいから、そうなんです、はい、ちょっとあの上からスプーンでも何でもこういうふうにしていただいて、はい、でそこに比較的厚めのお湯を注いでいただいて、厚めのお湯、はい、はい、100度じゃなくていいんです。はい、はい、でもあまりぬるいと立ちにくいので、あの80度90度ぐらいのお湯になりますかね、はい、を入れていただいて、だいたい1人分が 60cc から 70cc ぐらいを入れて、はい、茶筅でもう素早く、もう素早く今そうなんかすごく可愛かったですけど素早く皆さんね、初めてなさるときこんなんかなってやりはるんですけど、す全然遅いんです。あもうちょっと早く。あ、そうなんですか、はい、それはどういうあの意味でしょう、どういう心というか理由でしょうか。あのどんどんやっぱり お湯の温度が下がってきますし、はいはい、早く立てた方が綺麗に泡が立ちます。あ、なるほど、はいはい、素早くということですね、はいはい、あの泡は立てれば立てるほど、はい、よくできたと、上手に立てられたねっていうことになるんでしょうか。お流儀によって泡を立てない流儀もありますし、はい、あ、そうですね、あの裏千家の場合は、ね、あのしっかりクリーミーに細かい泡を立てるというのが、はい、あの美味しい出来上がりですね。なるほどこれはなんか楽しそうです、はいはい、その他に、はい、お家であのこういうことを知ってるとすごく、はい、あの違うんだけどっていう何かあの犯しがちな過ちって、私なんか過ちだらけだと思うんですけれども、いやいやいや、そうどうでしょうね、はい、もうあのそのお茶の分量とかお湯の加減っていうのは、はい、何回も立ててみてご自身の好きな あの、はい、あの量っていうのを探されたらいいと思いますし、あの器に関してもそんなお抹茶じゃないといけない、お抹茶茶碗じゃないといけないってこともないですから、カフェオレボウルとか、ただ茶筅じゃないと立てられないと思うので、はいはい、茶筅はご用意いただいた方が必須ということですね、はいはいはい、どうでしょうか、タイミングっていうか、はい、そのお茶をいただくそのタイミングで、はい、こういう時がいいよっていう、はい、食後なのか食前なのか3時頃なのか時間ってどうでしょうか。そうですね、それはもうその時その時の好きにしなさいっていうことですね。わかりました喫茶子うまいこと言ったんですかね自由な心で、あの本当にやっぱりいろいろ掃除したりとか、はい、あのちゃんと相手が楽しめるようにという気遣いを持つということが、そうです、思いやりを持って、わかりました、はい、これは日常生活にも大切なことですね。そうです、はい、はい、ありがとうございました、はい、わけばやし総知さんに大事なお話を伺いましたありがとうございます。ありがとうございます。